ザンクトギルゲン村から見たウォルフガング湖、ザルツカンマーグートは、オーバーエスターライヒ州とザルツブルク州にまたがる、オーストリアの観光地である、ザルツブルク市の東方に位置する。ザルツカンマーグートは、潮のご領地の意味であり、かつてこの地方の価値ある沿行が、ハプスブルク帝国の帝国直轄地だったことに、由来している。多くの山や湖に恵まれていることから、ザルツカンマーグートでは、 水上スポーツ、水浴び、ハイキング、ゴルフなど様々なレジャーを楽しむことができる上、湖畔でのんびりとくつろぐこともできる。また、バートイシュル近くでは、高山植物体であるカトリナルムを目にすることができる。また、ハルシュタット湖周辺は、ザルツカンマーグート地方のハルシュタットとダフハシュタインの文化的景観として、ユネスコの世界遺産に登録されている。 ザルツカン・マーグート地方の代表的な郷土料理は甘いパンケーキである、カイザーシュマーレン、ドーナツの一種であるクラップフェン、あるいはレープクーヘンなどである。ザルツカン・マーグート地方はオーストリアの民俗学と観光産業の発祥の地とされている。19世紀にフランツ・ヨーゼフ一世がバートイシュルに利休を立てて以来、ウィーンの貴族たちはザルツカン・マーグートに点在する村々に、 投流するようになった。やがて貴族たちの間で当地の民族衣装を着て、平民に混ざって歌ったり踊ったりして休暇を過ごすことが流行した。ヨハン大公はザルツカン・マーグート地方の楽器や音楽を収集するように命じ、それがドイツ語圏での最も早い民族音楽の収集事業となった。ザルツカン・マーグートの人々は、自らの習族が持つ文化的価値に気づき、 上流階級や観光客のために料金を取って芸を見せるようになった。その数は次第に増えていき、公演のグループがいくつも編成された。中でも芸術的に優れたグループは、ウィーンに招かれ、オペラの前座などで芸を披露したり、ヨーロッパ全域からアメリカに至る巡業を行った。こうした民族のプロフェッショナル化や観光家は、チロル州などに波及した。 ザルツカンマーグート地方は、湖一帯も含めて、以下の10の観光的な地域に分かれている。ありがとうございます。